はい、大前屋の娘黒木光です。よろしくお願いします。<ー>お願いします。い,ますいや、もう久しぶりすぎて、私その撮影当時。まだ高校生だったんですけど、しっかり卒業させていただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。<laughs> はい、おめでとうございます。<laughs> もうちょっと今日は本当に短い時間ではありますが、皆さんご来場いただきありがとうございます。楽しんでいってください。ありがとうございますお願いします。お願いします。え、黒木さん、に伺います。はい 黒木さんね去年、えー、5年間通われた高校卒業したとすみません何回もすごいですねはい高校もスタッフが是非止めてほしいとそうですねはい撮影時まだね高校生でございましたけれどもね大見、はいえー、商人のことはご存知でしたかいや知らなかったですねまあというより大見商人の読み方がまずわからなかったですねあ大見という文字が、はい、そうです。 はい、まず調べることからスタートしてとていう形ではありましたが近江商人のことを知ってみていかがでした、あのー、もちろん、あのー、存じておるんですけど <laughs> 今でも分かっているんですけどちょっと、あのー、全部一から説明しろって言われたらちょっと怖い。 間違えたこと言っちゃうんじゃないかなっていう不安があるので <laughs> <laughs> ちょっとあのイメージ印象としてはあの私結構わかりやすく多分マネージャーさんも私がそんな頭弱いこと分かってくれてるのでまあ多分分かってくれた上でまあちょっと今で言えばアマゾンの会社みたいな感じだよっていうふうに説明を受けてあ<ー>あ すごいそれはすごいわと思ってはあはあその当時もうアマゾンだと思いながら近見商人はすごいんだって思ってます <laughs> アマゾンの社員だと思ってやってた気分だったんですね <laughs> そうですもうその感覚でもうどれだけすごいかっていうのをイメージしながらっていうのがあったのでかっこいいなとは思いますね印象としては <laughs> はいありがとうございます